原田城は大阪府豊中市、曽根西町及び原田元町付近にあった日本の城。豊中市指定史跡。原田城は原田村を中心に活躍していた土豪原田氏の居城で小規模な城管となっている。摂津では富松城、水田城、高尾城、愛城と愛鳥で、 山下城、野田城など2箇所1城とする城が多く見られるが、原田城も北城と南城の2つの城から成り立っている点が特徴として挙げられる。原田城跡は昭和62年9月1日に豊中市指定史跡に指定された。また、平成19年12月5日に国の登録有形文化財に登録された旧和室家住宅の庭園の一部に、 原田城の土塁跡があり、月山として利用されている。原田城の創建年代については長らく不明であった。北城は15世紀頃に築かれ、16世紀後半まで存在していたとされていた。北城は新しく戦闘用の城、南城は古く、巨漢的役割なのではないかとしていた。 しかし、その後平成21年発行の豊中市次第一巻によると、発掘成果によれば、南城が築かれたのは北城よりも遅い16世紀後半であることが分かった。北城については14世紀頃からの移行が確認でき、この頃から築城され始めたと推測されるとしている。原田城は数字にわたり発掘調査が実施されており、 それらと比較して、追記事が明確になった。広告5年、公営3年に、ムグルマ号付近に、原田兄弟が、国人として働いているとの記載があることから、原田氏は14世紀中頃から、有力者として実在し、原田城を拠点としていた。その後原田氏は、摂津守護である細川氏の家臣団に組み込まれていく。 原田城の資料上の所見は、応仁の乱の時で西軍の大内正宏が池田城を攻めた時に、原田城その外ところどころと東軍の夜久し主刑が、奮骨したことへの細川勝元の感情が残っている。この感情にある原田城とは、北城のことか南城のことかはわからないが、応仁の乱に関わり重要な役割を果たしていた。文政7年、原田 原田豪中総文章天文十年十一月四日、貴沢長政軍は、三好長継がいる越水城を行意する一方、原田城を向上している。その後天文十六年二月二十日、原田城は、細川晴元軍三万兵の攻撃を受け、陥落、解除した。この時上司となっていたのが、三好長逸ではないかとしているが、日本城郭体系では、 当時の上司はわからないとしている。中川清秀像、梅林寺所像この攻撃で北城は廃城し一旦荒廃していったと推察されている。発掘調査で南城が16世紀の後半に掘削されていることから原田氏は以降南城を中心に活動していたと見られる。有岡城の戦いでは原田城を 古田茂成や中川清秀ら、織田信長軍が、伊丹城の工場船の砦として活用したらしく、平成6年の発掘調査から一旦廃城になっていた北城を復興させ、大改修が行われたことが明らかとなった。廃城は、慶長年間で、原田氏の多くは、文豪岡城に移っていき、北城、南城とも荒廃し、現地には、土塁と、 掘り跡だけが残された。天保2年、当時北の城石矢座城の道矢座にの丸、南の城石矢座古城と、猿、雑字畑に、愛生五座港、閉閣中核外の掘り跡、小松なく少なく面影は、残り五座港と記されているので、幕末にはわずかながらも面影程度は残っていたようで、ある。原田城石周辺図、国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成原田城は、豊中大地の南西部の丘陵にあり、平野を一望できる位置に立地する。北城は、南北140メートル、東西120メートルあり、四字城に、外堀が巡らされている。有岡城の戦い時には幅15メートル、深さ5メートルの内堀があり、大規模な改修を行い守りを固めた。 四角の内側には1.5メートルから2.8メートル、幅5から10メートルの土類が、現在も残っているほか、東と南側にも土類の痕跡が確認できる。また発掘調査からは、祖石根や柱穴が確認できており、都合の館にふさわしい屋敷が建てられていた可能性がある。また三度にわたる、小土層が確認できていることから、 火災にあったことが考えられる。原田村江津の原田城部分拡大津北城と南城の西側に原田村が位置している。原田村の中心地に西岸寺がある。西岸寺は浄土新州の寺院で、文岐元年に地元州によって創立されたと伝えられている。天文の作乱の時に細川春元軍と本岸寺軍は騒乱となったが、原田城は 本願寺軍の一部として戦ったことから本願寺と原田城との関係は深いと考えられている。西願寺と村との結びつきは早くから密接なものがあったと推察されている。憶測すれば原田村は西願寺の寺内町として編成されたということも考えられなくはないであろうとしている。また原田村の西側には鍵の手形の道路が多い。 このような道路の形状は、城下町や寺町の特有のもので、中世の末期に原田村が形成された。原田村自身は、以前より存在していたが、現在の形状とは違ったものであった。原田城跡館原田城の復興古庫原田城及び、旧和室下住宅は、豊中市教育委員会から委託を受けている、NPO 法人という中、歴史と文化の会が管理。 運営を実施し、入場、見学が可能となっている。ありがとうございます。